榊原義行は、静岡県浜松市出身の元プロ野球選手、コーチ。娘は、元バスケットボール女子日本代表主将の榊原紀子。浜松賞では、3年時の1967年に、主将兼遊撃手として、夏の甲子園静岡県予選決勝に進出。エース松下克己を擁する、清水吾妻高に1-0で新勝して、第49回全国高等学校野球選手権大会に出場。初戦の1回戦で、土佐工の萩野智康に苦しめられ、延長11回の末に3-6で敗退。高校卒業後は1968年に中央大学へ進学し、東都大学野球リーグでは3年時の1970年秋季に優勝。この時の主戦投手は高校の1年先輩である杉田久雄であった。同年の第1回明治神宮野球大会に出場するが、2回戦で東海大に敗退。4年時の1971年春季リーグでは二塁手としてベストナインに選出される。大学卒業後の1972年には日本楽器へ入社。同年の都市対抗では新見聡、池谷幸次郎の好投もあって勝ち進み、決勝で三菱自動車川崎を下し初優勝を飾る。その後も1974年まで都市対抗に3年連続出場を果たした。国際大会では1972年に第20回アマチュア野球世界選手権日本代表に初選出される。1973年には第1回インターコンチネンタルカップ日本代表として優勝に貢献。同年は第10回アジア野球選手権大会の日本代表にも選出された。1974年のドラフト4位で阪神タイガースに入団し、1年目の1975年から1軍に定着。バットの半分あたりを短く持って振り抜く打撃と、堅実な守備、正確なバントなど野球技術の高さを武器に、内野ならどこでも守れるユーティリティプレイヤーとして1977年から1980年まで4年連続で100試合以上に出場した。1978年には藤田平の腰痛による一塁手コンバートもあって、シーズン後半に遊撃手の定位置を確保し、初めて規定打席に到達する。1979年には真弓明信が移籍してきたため二塁手に回り、両年とも主に2番打者としてつなぎ役に徹した。1981年オフに、宇田東植とのトレードで日本ハムファイターズに移籍。ここでも主に二塁手として起用されるが、1984年限りで現役を引退。2013年11月16日引退後は、日本ハム、古巣、阪神、中日、台湾プロ野球、兄弟、京都ファイヤーバーズ、台湾社会人、高志越景でコーチを務めた。阪神コーチ時代は、基本重視の育成法に定評があり、ハッスル指導が持ち味であった。中日コーチへは、星野仙一監督の招聘で就任し、1988年のリーグ優勝に貢献。兄弟コーチは、中山俊武監督の招聘で就任し、2004年には3試合だけ代理監督を務めた。ありがとうございます。